はい、皆さんこんにちは。本日もご視聴ありがとうございます。今日紹介していくのはスウィートの5月号です。増刊号と通常号2冊開封していきます。ではまずは増刊号の方から見ていきます。こちらセブンイレブン限定のポーチ、ミラー、マルチケースの3点セットとなっております。はい、開封いたしました。今回の付録は3点セットです。マルチケースとこれがポーチですね。そしてこれはミラーになってます。はい、ミラーになってます。そしてこれが、注意書きとかが書かれた紙が1枚入っておりました。はい、それではですね、順番に見ていきたいと思いますけれども、まずこちらですね。はい、マルチケースということになっております。ここにマリークワントロゴが入っておりますね。で、色はブラックにピンクですね。ツートンになっております。はい、表面の素材はこれ合皮になってます。こんな感じです。はい、どうでしょうか。サイズ的にはですね、ちょうどこう手に乗せるとこれくらいのサイズ感で、バッグにも簡単に入りそうですね。で、ここファスナーはゴールドになってます。ちょっと開けてみましょう。はい、こんな感じで開けて、中は、はい、何か入ってますね。こんな中はこんな感じになっております。はい、中は黒ですね。いろいろと何を入れようかと悩むかもしれませんけど、いろんなものが入るマルチケースになっております。続いてはポーチ見ていきましょう。はい、こちらもマリークワントロゴがゴールドで入っております。で、表面の素材もこれ合皮になっていて、とても質感いいですね。はい、こんな感じ、艶やかな表面の素材になってます。はい、で、これデイジー柄ですね。デイジー柄、はい、たくさんあります。裏面はこうです。裏面も、いや、もう可愛いですね、これ。はい、こうですね。ここにも、はい、入ってましたけれども、ブラックに、この部分はちょっと見えづらいかもしれませんけど、ちょっと白ですね。ホワイト、ブラックとホワイト、そしてゴールドのロゴが入ってると、そんな感じになってます。はい、ではちょっとこの辺とか詳しく見ていきますね。はい、表面の質感はとてもいいです。先ほどのこちらと比べると若干このツヤ感が違いますね。このポーチの方がよりこうツヤがある感じ、はい、分かりますでしょうか。こんな感じです。ではファスナーを開けていきましょう。ファスナーはこちらのマルチケースと同じものがついていて、はい、開けます。スムーズに開きます。で、中はこんな感じです。中も真っ黒ですね。はい、もうここ空間があるだけの、小分けできるようなちっちゃなポケットみたいなものはないです。でも結構入りそうですね。で、ファスナーこの下のここくらいまで開くので、中のものを出し入れしやすそうですね。マチはこれくらいしかないので、こうやって立てようと思ってもちょっと倒れちゃう、そんな感じですかね。中にちょっと物を入れればまた変わってくるかもしれませんけどね。はい、こんな状態です。続いてこちらミラーです。はい、とてもコンパクトでデイジー柄、そしてこの辺ね、持ちやすい、このように持ちやすくなってます。で、ここに穴が開いてますので、こう吊るしたりとかもできるのかもしれませんね。はい、こんな状態です。鏡になってます。今ちょっとここに保護シールが貼ってあるんで、ちょっとね、この汚く見えますけれども、はい、ミラーになってます。丸いミラー、このポーチとかにもね、入れて持ち歩いたりとかできそうで、はい、ピンクとブラックのこんなミラーがついております。というわけで大体の質感を見ていただいたところで、中に物を入れていきたいと思います。はい、容量測定という、すいません、会議中のところ、はい、測定にご協力お願いいたします。はい、お願いいたします。ありがとうございます。まだちょっと向こうで会議が長引いているみたいなので、はい、じゃあとりあえず、じゃあここだけでお願いいたします。で、まずですね、こちらマルチケースなんですけれども、はい、ルマンドさんもお願いいたします。はい、サイズ的にはですね、ルマンドがすっぽりと入るサイズ感となっております。
マルチケースの容量は8ルマンドとなっております。はい、それではですね、残り4ルマンドとなってしまったんですけれども、4ルマンドだけではちょっとですね、こちらのポーチ容量が測れないので、あ、すいません、あ、ありがとうございます、お願いします。あ、なんとバームさんが駆けつけてくれました。それでは測っていきましょう。ポーチの容量は14ブルボンとなっております。もうちょっと余裕があるので、余裕の14ブルボンということにしておきましょう。はい、中に物を入れてちょっと膨らんだ感じになりましたけれども、ご覧ください、とても可愛いですよね。ポーチおすすめです。というわけで、ここまでスウィート5月号増刊号の付録、マリークワントデイジー柄3点セットの紹介でした。はい、お待たせしました。ここからはスウィート5月号通常号の紹介に入ります。特別録はマリークワントのちょっと小ぶりなおしゃれリュックということになっております。早速開封しましょう。では開封いたしました。今回の付録はこちらですね。マリー・クワントのちょっと小ぶりなおしゃれリュックなんですけれども、はい、確かにリュックとしてはちょっと小ぶりなサイズ感になっております。では全体的にまず写していきます。はい、正面にはマリー・クワントのデイジー柄、はい、入っておりますね。色はブラックで、ここがホワイトになっております。はい、こんな感じで、裏面見ますと、はい、リュックになる、ね、この部分ついてますね。はい、サイズ調節はここでできるようになっております。はい、ストラップこんな感じです。素材はポリエステルとなっております。はい、とても軽いですね。どれくらいあるんでしょうかね、ちょっと測ってみましょうか。はい、重さは 233g ですね。はい、そしてここに持ち手がついております。はい、でこの辺の作りはこのようになってますね。で、また前に戻ってきて、はい、前面のこの部分は、はい、ファスナー付きのポケットになってますね。ファスナーはこんな感じで、メイン収納の方は、はい、あ、ダブルジップです。はい、これは安心ですね。ダブルジップ仕様でした。で、今このように広げると意外とマチがある。はい、これは容量どれくらいあるのかちょっとね、期待できますね。意外とたくさん入るかもしれません。で、そこの部分は、はい、このようになっております。はい、では中開けていきましょう。はい、ではまずはこのメインのここの収納から開けていきますね。はい、ダブルジップになっていますので、はい、こんな感じで、はい、カーブの部分もスムーズに開けることができます。はい、中はこんな感じです。わかりますでしょうか、このようになってます。特に内ポケットはないですね、ついておりません。はい、で素材はこんな状態、うん、多少これは雨がかかっても大丈夫かなっていう、そんな素材になってますね。いや、中もねちょっと真っ黒なので見えにくいかもしれませんけど、はい、たくさん入りそうです。では続いて、次こっちですね、外側のポケット、これははい、シングルファスナーということなんですけれども、開けていきましょう。はい、ファスナーの動作に問題はありません。はい、開けるとこうです。はい、ここにもですね、たくさんのものが入りそうです。意外と大容量な感じもしますね、小ぶりながらも。はい、このようになっております。では中に物を入れていきましょう。あ、すいません、あ、会議終わりました。あ、ではよろしくお願いいたします。はい、では今回もブルボン測定を採用したいと思うんですけれども、先ほど紹介しました増刊号のポーチですね、これらもせっかくなのでまず入れてみようかなと思います。まずポーチ入れると、はい、こんな状態になります。はい、でこちらのポーチ、
これもすっぽりと入っちゃうんですけれども、ここの縦の、はい、こちらの外側にある外ポケットにもこう立てて入れることもできちゃうんですね。はい、ミラーももちろん入っちゃいます。はい、こんな感じで、まあ、通常号と増刊号を、まあ、一緒に買ってですね、まあ、このお揃いで持ち歩くっていうのもおしゃれかと思います。お待たせいたしました、ブルボン測定の時間です。では行きましょう。はい、ご覧ください、ぴったりブルボンです。リュックの容量は9ブルボンとなっております。はい、こちらかなりマチがしっかりしているんでたくさん入りますね。思ったよりも大容量です。はい、まあ、外側のポケットもこれ縦に長いんで意外と長さのあるものも入っちゃいます。もちろんペットボトルやこんな長財布もしっかりと入ります。それではリュックなのでちょっと背負ってみたいなと思います。はい、それではですね見ていきたいと思うんですけれども、まず持った感じこれくらいです。はい、サイズ感どうでしょうか。小ぶりなんですけれども、まあ、こうマチはこれくらいあって意外とたくさん入りそうな、まあ、そんなバッグになってます。でですね、このリュックになる部分を今一番長くしてみました。そうすると、まあ、これくらい、はい、すごく長いです。で、この状態で、はい、担いでみましょう。はい、担いでみますと私の場合はこれくらいですね。はい、ちょうどこの腰ぐらいに来る、まあ、それくらいのサイズになってます。はい、どうでしょうか。ストラップの部分なんですけれども、ちょっとこう薄くて細いんですけれども、それほどこうなんかこの辺が痛くなるっていう感じは、まあ、これくらい入れただけではしないですね。大丈夫そうです。で、長さ調節はもちろんできますので、まあ、好みのサイズに、はい、長さ調節できます。まあ、朝の通勤通学とかにね、はい、ちょうどいいバッグではないでしょうか。はい、いかがだったでしょうか。それでは最後に来月号の予告をして終わります。来月号の付録はこちらです。はい、来月号も通常号増刊号同時発売となっておりまして、まず通常号はこちらですね、ジル・スチュアートのロゴストラップ付きピンクバッグとなっております。はい、ロゴストラップこれですね。このロゴストラップが付いたピンクのバッグということになってます。はい、スクエアバッグになってますね。はい、で、まあ、ハンドバッグとしてお出かけに、そしてクラッチバッグ持ちもグッドということになっております。はい、まあ、ピンクにこのジルスチュアートのロゴストラップがついてる、まあ、この辺も、はい、まあ、ジルファンの方嬉しいですねこれ。はい、こちらが通常号の付録になってます。そして増刊号はこちら、ジェシーズランウェイ by 大地村ステンレスボトル。はい、ステンレスボトル水筒ですね、こちらですね。容量は 120ml になっていて、はい、軽くて持ち運びに便利と。そしてこのね、表面のこのイラスト、はい、今回のための書き下ろしイラストということになっております。はい、ステンレスボトル、はい、今回もステンレスボトルということになってますね。セブンイレブン限定発売の増刊号の方も楽しみな付録となっております。来月号のスイートは5月19日発売ということになっておりますので、はい、皆さんチェックしてみてくださいね。
というわけで今回はスウィート5月号通常号増刊号の2冊紹介してきました。最後までご視聴ありがとうございました。もしよければぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。そしてインスタグラムも始めましたので概要欄の方からチェックしてくださいね。フォローもよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。